勝浦市は千葉県の南東部に位置する市、海域公園と海岸部は南房総国定公園に指定されている。リゾート地として知られ、海水浴場100選、日本の水浴場88選、日本の渚100選に選定されている森や海水浴場などがある。勝浦リゾート勝浦は古くから漁師町として栄えた。中心部のカツ地区にある 勝浦漁港は、調子漁港に次いで、千葉県第2位の漁獲量であり、カツオの漁獲量は、関東地方の漁港では最大である。日本三大朝市の一つである、勝浦オ朝市や、勝浦ウィックひな祭りなど、祭事、祭事も盛んである。ご当地ラーメンとして2015バイトから1、グランプリ・イン・トワダで、ゴールドグランプリを受賞した、町おこし団体、熱血。 勝浦担々麺船団の地域 PR 活動により有名になった勝浦担々麺は勝浦を代表するご当地グルメ。また観光都市でありリゾート開発が進んでいる。モリア海水浴場は海水浴場100選、日本の水浴場88選、日本の渚さ100選に選定されており、ウバ海水浴場などとともに水質は関東地方屈指の透明度である。 広い地域の北東部を、総の地区、北西部を、上野地区、南東部を、勝浦地区、南西部を、沖津地区と呼称する。これは、昭和の大合併で、勝浦市が成立する前の自治体の行政区域と一致する。太平洋沿岸部は、国道128号、内陸部は、大滝方面へと接続する国道297号が、従官している。 1974年撮影の勝浦市、中心部周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成千葉県南東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約 55km の距離である。東京都の都心から70の 80km 圏内で、ある。なお、 東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアライン、または東京湾フェリーを利用した場合が移動距離の短縮となる。太平洋に面しており、関東平野に含まれ、市街地は太平洋の勝浦湾沿いに形成されている。市の北西部である上野地区は、暴走丘陵であり、海抜150から250メートルの丘陵生産地が広く分布している。 南西部である、沖津地区は、勝浦海中公園を持ち、海岸線のほとんどは、リアス式海岸になっており、南房総国定公園に指定されている。地域の3分の2が産地である。太平洋に面し、黒潮の影響を受けやすいため、冬は暖かく、夏は涼しい海洋性気候であり、特に、夏は、千葉県内では、調子と並び最も涼しい。 8月の平均気温は25.9度で、最高気温は30度を超えることは少なく、ヒートアイランドの影響もないため熱帯夜も少ないなど避暑地となっている。一方、1月の平均気温は6.8度、最低気温は2.9度と暖かく悲寒地でもある。勝浦市は主に1955年の合併以前の九町村ごとに以下の4地域に分類される。 天府命と共に、阿波国から房総半島に移住した、勝浦内のインベ氏の名が由来となったとする説がある。また、紀伊半島の勝浦も同じく、インベ氏に由来する。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、7.41%減の19248人であり、増減率は千葉県下54市町村中46位。 60行政区域中52位。首都圏の市で唯一人口が2万人を割り込んでおり、一番人口が少ない市である。2014年3月31日には総務省から過疎地域に指定された。勝浦市には国際武道大学のキャンパスがあるため、20歳前後の人口が突出しており、市の全人口の約1割を国際武道大学の学生が占めている。 歴代市長勝浦は古くから漁業が盛んで、中でも勝浦漁港は国内有数のカツオの水揚げ港である。1990年には勝浦漁港がカツオの水揚げ量で日本一を記録し、現在でも関東地方の漁港としては最大である。また、海岸線のほとんどがリアス式海岸のため岩場が多く、マグロ、キンメダイ、カジキ、イカなども多く水揚げされる。 リアス式海岸のため上規模な漁港も多い。主な漁港ウバラ漁港国際武道大学会の博物館、サージェント美術館海水浴場などリゾート開発が進んでおり、市内には旅館やリゾートホテルが点在する。勝浦駅中心となる駅、勝浦駅高速バス路線バス海水浴場をウバラの大名行列、勝浦の秋祭り以外は、 開催日が変更になる場合がある。旅館末の家千葉県指定及び国登録文化財一覧、ゆかりの人物、ありがとうございます。